こんにちは。今日は以前開封動画を撮ったプロッター M5 サイズの使い方を紹介したいと思います。こちらだいぶ前に開封動画を撮ったんですけれども、それから、持ち歩き用のメモ帳としてよく使用しています。私が買ったのはプロッターの M5 のブライドルのブルーです。最初やっぱりブルームがついていたんですけど、ちょっと持ち歩きしているのでだんだんブルームは薄れてきて色がちょっと濃くなってきたかなという感じです。こんな感じになっています。ちょっとねこの辺とか傷ついてしまってるんですけど、ここもねちょっとボールペンと一緒に持ち歩いた時にボールペンがここに当たってたみたいで結構傷ついちゃってるんですけど、まあこれは持ち歩き用のメモ帳なのでね、もう傷がついてしまうことはしょうがないかなと思って諦めています。で中身を見るとここにねあのリングサポーターでしたっけ、リングプロテクター、リングサポーターを自作して、これはヌメ革なんですけど、それを自分で切ってねリングサポーターとしてつけました。結構薄いヌメ革なのでちょっとサポート威力が足りないのか、ちょっとここにリングの跡が出始めてる感じがあります。裏側もこんな風にちょっと出始めています。あんまり私ここボコボコといわゆるあばらかみたいのしてるの好きじゃないので、できるだけここの跡はつけたくないんですけど、ちょっとこの皮が薄すぎて出てきてしまいました。では早速中身を見ていきましょう。これはね、リフターですね。リフターをつけたんですけど、最初リフターつけないで使ってたんですけど、そうするとねこの一番外側のページがちょっとリングのなんていうのかな、リングの丸みに押されてっていうのか、ページがちょっと湾曲してきちゃう感じがあって傷んでしまいそうだったので、後からリフターを買い足して入れました。でプロッターの、 あの純正の M5 のリフターっていうのを探したんですけど、実際になんか伊藤屋の店舗に行ってみたり、あとネットでもいろいろ検索したんですけど、プロッターの M5 のリフターっていうのがどこにも見当たらなくて、もしかしてプロッターって M5 のリフターはないんでしょうか、ちょっとよくわからないんですけど見つけられなかったので、これはねノックスのリフターを買って入れています。ただねこっちのバイブルサイズのリフタープロッター純正のものを買って入れてるんですけど、見た感じ材質も全く同じ感じなんですよね。でノックスとプロッターってあの会社は同じですよね。なのでもしかしたら同じものをね、プロッターの場合はプロッターって入れて、ノックスのものはここにノックスってちょっとうっすらと入ってるんですけどで入れているだけで、この板自体はもしかしたら同じものなのかなとちょっと思ったりしてるんですけど、まあ、 あのプロッターのものとそんなに遜色なく変わらない感じで使えてるので満足しています。で最初は、このプロッターの、 あの2ミリ方眼でしたっけ、方眼のメモパッドをこれくらいの厚さを入れています。で最初にねこの2024年やりたいことリストっていうのをここにバーッと書いて入れてます。で一応チェックボックスを書いて、達成できたらチェックするってしてるんですけど、これはねもうなんかくだらない夢でも何でもいいのでやりたいことを書くようにしてます。
で、なんでこれを持ち歩き手帳のしかもトップのページとして入れているかっていうと、もうやりたいことって思いついてもすぐ忘れちゃうんですよね私。で、これ普通に今まではなんかこういうスケジュール管理に使ってる手帳のどこかにまとめて書いたりしてたんですけど、全然見なくてすぐ忘れちゃうので、あのいつでも目につきやすいようにもう持ち歩きメモの一番トップに入れてます。で、やりたいことが増えてもいいように数枚予備も入れてます。で、次にディバイダーを入れてるんですけど、このディバイダーはまあこれも自作したんですね。この M5 買った時に入ってるあの紙ですね、これがちょっと厚みがあっていい感じだったので、これをここにタブをの分もつけて自分で切って自作しました。で、次は、ジムの記録ですね。私がこのそもそも M5 の、 あの手帳をメモとして持ち歩きたかったのは、このジムの記録を書いて持ち歩きたかったからなんですよね。いつもジムに行って一番のトレーニングで、デッドリフトとスクワットとヒップスラストをあのバーベルを使ってやってるんですけど、いつも重さをねあのちょっとずつ上げたいと思ってるので、前に前回何キロやったかなっていうのを忘れないように、行くたんびにずっとあのメモしています。こういう風に書いて、なんかスクワット40キロ2回、42.5キロ3回とかいう風に毎回メモしてます。で、M5 はもう本当にちっちゃいので、左側に書くとなるともうリングに手が当たっちゃって書きにくいので、あの右側のページだけ使ってます。あ、このリフィルはプロッターじゃなくて、ここからはあのダヴィンチのトモエリバーのリフィルを使ってます。これもあの方眼なので、まあ、別にこのプロッターの方眼をそのまま全部使ってもいいんですけど、ちょっとどんなもんかリフィルをいろいろ買ってみたかったので、こうプロッターとダヴィンチと両方買ったのでこれを使ってます。これは結構ずっと書いていて、こんなにいっぱい書いてるんですけど、でこの、Today っていうね、このブックマークですね、これはアシフォードのものを使ってるんですけど、これはそのジムの記録の、一番最後のページに入れるようにしてます。で、次回ジム行ったらすぐパッて僕が開けるようにしてます。はい、これもね、もうちょっとね結構ページ使ってきちゃって足りないので、これは追加しないといけないですね。で、またプロッター買った時に入ってた紙を切って、ディバイダーとして使っています。で、次はまあ純粋にメモ帳ですね。いろいろ思いついたこととか忘れないように書いてます。これはね、なんかキャンブリーで聞きたいことって書いてあるんですけど、私なんかオンラインの英会話レッスンを受けていて、レッスンの時にね、ちょっと先生に聞きたいこととかを忘れないように書いたんですけど、ちょっとまだ聞いてないですね、これは。これも前に教えてもらった表現がちょっと意味忘れちゃったので、今度先生に聞こうと思って書いておきました。あとなんかボールペンが出るかどうかこっちが使ってないのでもったいないので、ボールペンが出るかどうかチェックするのにちょっと書いちゃいました。はい、これもダヴィンチの方眼でのリフィルを使っています。で、またディバイダーを自作したのを入れてます。これも
プロッター買った時についてた紙なんですけど、このグレーの紙とピンクの紙がついてますよね、プロッター買った時って。これもディバイダーにして使ったんですけど、こっちのがちょっと厚みがグレーのに比べると薄くてペラペラしてる感じなので、ディバイダーとしてはちょっと頼りない感じなんですけど、まあいいかなと思います。で、次はあのプロッターのプロジェクトマネージャーっていう、あの紙を折ってリフィルを整理するものが売ってると思うんですけど、それを真似して100均で買ったね、この折り紙の柄がすごい可愛かったので、この猫とか書いてあるこの折り紙でプロジェクトマネージャーを真似して自作しました。で、ここの中にはちょっと仕事に関するメモを書いて入れてます。ここにね書いてます。ちょっと個人情報とかが含まれるかもしれないので、あんまりパラッと見えたりしないようにこれに入れることにしました。で、最後にまた、ノックスのリフターを入れています。はい、こんな感じですね。で、この M5 にね、私はこのベルト、なんかゴムバンドもつけてないし、ペンホルダーのリフィルも入れてなくて、本当にこれだけで身軽に使おうと思ってこれだけにしてます。なんかゴムバンドを留めると見た目かっこいいんですけど、なんかここがやっぱ押されて、この革がねこう湾曲しちゃって跡がつくような気がして、それがちょっと嫌だなと思って入れてないです。結構プロッターってペタンと開くのはいいんですけど、買ったばっかりってこう開いちゃって机に置いといても閉じれないんですよね。だから本当はゴムバンドがあった方がいいと思うんですけど、私はつけてないです。ペンホルダーもねちょっとつけるとペンと一緒に持ち歩くってなると、ペンと一緒にするとなるとなんかちょっとかさばるような気がしてつけてないです。で、これをね書くペンなんですけど、ちょっといろいろ模索中なんですけど、今この3つで試して書いてました。最初はこのカランダッシュのねペン、ちょっとこうやってすると高さがね、カランダッシュの方が長くてはみ出ちゃうので、あんまり M5 には長すぎるんですけど、このスイスフラッグの柄すごく可愛くて使いたかったので、これで描いてました。で、これいつもジム行くときにこれで持ってって、このカランダッシュのボールペンで描いてたんですけど、なんかねこれ書き味があんまり良くなくて、結構昔に買ったので、もしかしたらリフィルがもう古くなっちゃってるっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとね書き始めが擦れたりする時があって、色もそんなに濃く出ないし、なんかいまいち書き味が良くないなと思って、ちょっとこれはやめてみました。次はね、ほぼ日買った時についてたジェットストリームのこの3色ペン、これでこのジムの記録書いてたんですけど、こっちの方が軽くはっきりと書けてかすれることもないので、まあこれでいいっちゃいいんですけど、やっぱり長さがね全然長くて M5 に合ってないので、何か他にいいのがあれば試したいなと思っていました。で、この最近買ったのがユニボール 1P でしたっけ、このヨーグルトっていう色を買ってみました。これがね M5 になんか長さもぴったりでいいって YouTube で結構動画がたくさん上がってたのでいいのかなと思って、しかもねなんか Amazon で値下がりしてて400円ぐらいで買えたんですよね。なので試してみようと思って買ってみました。で、まだこれ
昨日届いたばっかりなので持ち歩きはしてないんですけど、試し書きしたらすごいはっきり黒が出て、もう書き心地もすごい軽くていいし全然かすれないので、もうこれがすごくいいなと思います。これジェルインキなんですよね確か。なのでこれは油性だと思うんですけど、こういうのに比べて全然色がはっきりして軽く描けるので、これがすごい気に入りました。多分これでセットで使うと思います。で持ち歩きするとき、ちょっと私貧乏くさいんですけど、このね100均で買った布の巾着に入れてからカバンに入れて持ち歩いてます。なんかやっぱりまだ表面に傷がついちゃうのが気になって嫌だなと思ってるので、こうやって持ち歩いてます。しかもねこれとこれを一緒にカバンに入れちゃうと、最初これ一緒にカバンに入れてたんですけど、カランダッシュって結構この角がね角張って、金属の角があるので、これが多分カバンの中でこう擦れちゃったと思うんですよね。なので巾着に入れてたのに、ここに結構ガガガって傷がついちゃったので、それ以来は巾着に入れてもカバンの中で、こっちはカバンの内ポケットの方に入れて、こっちは別のところに入れてっていう風に一緒に入れないようにして持ち歩いていました。これにしてもそうすると思います。はい、ちょっと簡単なんですけど、これが、私のプロッター M5 の使い方です。ご視聴いただきありがとうございました。